平野翔さんの100号10万円超えルイ・ヴィトンコーデから学ぶ。一般人でも応用可能、平野翔風コーデ術。ルイ・ヴィトン風アイテムで高見えコーデに挑戦。9月7日のベニュー101。平野翔が9月7日のベニュー101で披露したスタイルは、ファッションに対する彼の鋭い感覚とブランドの個性を見事に融合させたものでした。この夜、彼が選んだアイテムは、誰もが知る高級ブランド、 ルイス・ビットンの2024年秋冬コレクションからのものであり、その総額は150万円を超える贅沢な装いでした。ファンの間では彼の着こなしに対する称賛の声が多数寄せられ、特に彼が着用していたエンブロイダードレザーボンバージャケットは大きな注目を集めました。このジャケットは、LV のアイコニックなアラベスクモチーフが施された牛革製で、119万9千円という驚異的な価格を誇ります。 このジャケットが特に魅力的なのは、ただ高級であるという点だけではなく、細部にまでこだわったデザインと、その独特な刺繍技法によって生み出された立体感です。コントラストカラーの糸で精緻に刺繍されたトップステッチは、単なる平面的な装飾ではなく、柔らかなレザーにキルティング加工のような深みを与えています。さらに、ファスナー引き手にはパールのオーナメントがあしらわれ、ジャケット全体にシックでダンディーな印象を与えています。 これらの要素が一体となり、まさにランウェイで披露された際と同様の洗練されたオーラをまとうことができるのです。一方で、平野翔がこのような高級アイテムを着こなす姿を見て、多くのファンは彼ならではのスタイリング力に感嘆しました。LV の象徴的なロゴや独自のデザインは、時に着る人を選ぶことがありますが、彼のように自然体でありながらもエレガントなオーラを放つ人物であればこそ、このジャケットが一層際立つのです。 そして、このコーディネート全体の一貫性を保つために、彼は他のアイテムにも同じブランドからの選定をしています。例えば、彼が身に着けていたインサイドアウト T シャツ。この T シャツは、一見シンプルな黒のデザインに見えますが、背面に、ルイス・ヴィットンのロゴがオレンジの縁取りでプリントされており、その遊び心とブランドの強烈な存在感が融合しています。価格は11560円と、 こちらも決して手軽な価格ではありませんが、そのデザインとクオリティは確かです。肩の縫製が内側から外側に露出しているデザインは、普通の T シャツにはない個性を引き出し、全体のコーディネートに絶妙なバランスをもたらしています。特に、日常的に着られるアイテムでありながら、背面のロゴデザインやステッチのディテールが、一度見たら忘れられない印象を残す点が、この T シャツの魅力と言えるでしょう。さらに 彼のコーディネートを締めくくるのが、LV のウォッシュデニムワークウェアパンツです。このパンツは33万2800円という高額ながら、その価値はデザインと素材に表れています。西部劇にインスパイアされたディテールや、膝に施されたパッチ、バックポケットの革パッチなど、アメリカンカジュアルと高級感の絶妙なバランスが取れています。特に、このパンツの仕上げには、 ヴィンテージ感を与えるために洗いざらしの加工が施され、さらに細部には錆びたようなディテールが加えられています。これにより、カジュアルでありながらも決して安っぽくならず、むしろラグジュアリーな雰囲気を漂わせることができるのです。ターコイズカラーのボタンやリベットが、さりげないアクセントとなり、パンツ全体に洗練された仕上がりをもたらしています。このようにして、平野翔がベニュー1 0 1で披露したスタイルは、 ルイス・ビットンの高級感と彼自身のカリスマ性が見事に融合した結果生まれたものであり、その総額が150万円を超えることは驚きではありません。ファンからは、翔君だからこそ、この LV の衣装を着こなせるといったコメントが多数寄せられ、その存在感が一層際立っていました。しかし、ここで一つの疑問が生まれます。私たち一般の人々が、 果たしてこのような高級ブランドのアイテムを日常生活に取り入れることができるのか、または取り入れるべきなのか、という点です。もちろん、平野翔のような有名人やモデルが身につけると、そのスタイルが特別に映るのは間違いありません。彼のスタイルは、ファッションそのものを芸術として表現し、人々の目を引きつける力があります。しかし、私たちが同じアイテムを着たとしても、 果たしして同じよううなオーラを放つことがでできるでしょうかまた、日常生活の中で、これほど高額なアイテムをどのようにして生かすことができるのでしょうか。ここで考えるべきは、ブランドの価値とその背後にあるストーリーです。ルイス・ビットンのような高級ブランドは、単に商品を売るだけでなく、その背景にある歴史や職人技、そしてデザインに込められたメッセージを提供しています。それを理解し、 自分自身のスタイルに取り入れることで、たとえ高額なアイテムでなくとも、そのエッセンスを活かすことができるのです。例えば、ジャケットや T シャツ、デニムパンツといった基本的なアイテムは、普段のスタイルに応用しやすいものです。重要なのは、それらをどのように着こなすか、また自分の個性をどのように反映させるかです。平野章のように、アイテム自体が高級であることに頼らず、 その人自身がスタイルの一部となることで、ファッションが生き生きと輝くのです。また、ファッションは単なる自己表現の手段であると同時に、他者とのコミュニケーションツールでもあります。平野翔がベニュー101で選んだスタイルは、彼自身のキャリアやパーソナリティを反映し、観客やファンに対して強力なメッセージを発信していました。ファッションを通じて、彼は単なる、見た目の美しさだけでなく、 自己表現の一貫性や信念をも伝えています。このように、ファッションは私たち一人一人にとって、自分のアイデンティティや価値観を反映する大切なツールとなりうるのです。平野翔のスタイルは、ただ高級ブランドを着用することにとどまらず、そこからファッションに対する深い洞察を引き出しています。私たちが彼のファッションを鑑賞する際、それは単なる、着るものではなく、 彼自身の価値観や生き方を反映する一つの表現手段であることを理解する必要があります。そして、彼のようにファッションを活用することは、私たちの日常においても可能です。例えば、ルイス・ビットンのような高級ブランドは、独自のデザインと素材へのこだわりを持っていますが、その本質は、品質と、ディテールにあります。高価なアイテムを身につけることが目的ではなく、 それらがが作り出すすす雰囲気や自分自分身をどののように表現するかが重要なのです実際、平野翔がベニュー百1 0 1で見せたコーディネートも、一つ一つのアイテムが彼のスタイルに完全に溶け込んでいました。高価なジャケットや T シャツ、デニムパンツをただ着るのではなく、それらが持つ特徴を最大限に生かし、彼自身のオーラと一体化させた点にこそ、彼のスタイリングの真髄があるのです。そのため、 ファッションを通して自分を表現するということは、アイテムの価格やブランドの名声に依存する必要はありません。私たちは、自分が持つ限られたリソースの中で、いかに個性を引き出すかに注力すべきです。平野翔のように、シンプルな T シャツ一枚であっても、そのカットやフィット感、ディテールにこだわり、自分にフィットするスタイルを見つけることができます。彼の着こなしを見ると、 ルイス・ビットンのアイテムがただのファッションアイテムではなく、彼自身のキャラクターや生き方を反映する道具であることが分かります。ここで注目すべきは、彼のコーディネート全体がどのように一貫しているかという点です。エンブロイダードレザーボンバージャケットは、シックで洗練された印象を持ちながらも、そのカジュアルな T シャツやデニムパンツとのバランスが見事です。これにより、全体的にリラックスした雰囲気を保ちながらも、 ししっかりとラグジュアリー感を失わないいスタイルが完成していますこのバランス感覚が平野紫のファッションの鍵となる要素であり、それが彼のスタイリングの成功を裏付けています。しかし、彼のスタイルから学べるもう一つの重要な点は、ファッションを楽しむことの重要性です。彼がベニュー百1 0 1で見せたように、時には大胆な選択や遊び心を取り入れることが、ファッションをより魅力的にします。 背面にオレンジの縁取りが施された T シャツや、ウォッシュデニムのパンツに施された錆びたディテールは、その良い例です。これらの要素が、シンプルでありながらも独自性を持つスタイルを生み出し、見るものに強い印象を与えるのです。ファッションは、個々人が持つ、自分らしさを表現するためのツールです。そして、その表現が成功するためには、自分自身が何を大切にしているか、 どのように見られたいかを考えることが不可欠です。平野翔のスタイルは、その一つの答えを示しています。彼は、単なる有名人としてではなく、自分自身の価値観やスタイルを明確に持ち、それをファッションを通じて表現しています。その結果、彼の着こなしは常に魅力的であり、多くの人々の共感を呼んでいます。私たちが彼のファッションから学べることは、 必ずしも同じ高価なブランドを着る必要はないということです。重要なのは、自分のスタイルに合ったアイテムを選び、それをどう生かすかという視点です。彼のように、たとえシンプルなアイテムであっても、それを特別なものに変えることができるのは、アイテムの選び方や組み合わせ方、そしてそれを着る人自身の自信や個性です。さらに、ファッションを楽しむことで、私たちの日常生活が豊かになります。 毎日をただ過ごすのではなく、どんな小さな場面でも自分らしさを表現する機会と捉えることで、日々のファッションがより意義深いものとなります。平野翔がベニュー1 0 1で見せたように、ファッションはただの外見を整えるための手段ではなく、自分自身を表現し、他者とのつながりを深めるための大切なツールです。結論として、平野翔が披露したルイス・ビットンのコーディネートは、単なる高価なファッションアイテムの集合体ではなく、 彼自身の個性やスタイルを反映したものであり多くのファンに感銘を与えましたしかし私たちもまた彼のスタイルから学び自分自身のファッションに応用することができます自分らしさを大切にしファッションを通じて自分の価値観やスタイルを表現することで私たちの日常も一層輝かしいものになるでしょう